いいね。3時。これ、グレイスフルリーフ1着、マテラスカイ2着。北三味和月何着だった？北三味和月3着。モーニー4着。いやー。クラッシュ。ご利用さんどうでしたか？ダメでしたね。全くかすり、かすってはいるけど。オメガパフューム2着。ケイティブレイブ1着。オメガパフューム2着。あー、これはダメでした。まだ終わってないんだけどね。ウィン5はね。なんだっけ、JBC スプリント、北三味和月、北三味和月3着。今ね、ブログのね、ブログに書くよ。モーニングが4着。1着なんだ？ 1 着6番グレイスフルリーフ、フルリーフ、フルリーフ、5番マテラスカイ。やっぱダートはね、人気を参考にしないとダメだね。やっぱね、オメガパフュームが2着。8番ケイティブレイブ、今何時？ 16 時。最終結果は JRA のサイトでご確認ください。グレイスフルリーフ、
グレースフルリーフ、ルメールだったんだよ。気になってはいましたが買えませんでした。あーダートは人気馬から買うべきですね。はん。それでいいでしょ。オメガパフューム2着。惜しかったんですけどね。相手が一枚上手でした。ああ。ああ。最後に、44。を100円買い足したので馬連ちょっとご飯食べてきますね。はいはいはい。頑張って。今ブログ書いてるとこなの。書いたしたので、合計1100円購入して。1100円分購入して、払い戻しなしの、マイナス1100円負けです。ぐすん。これでいいや。よし。ブログができた。ブログ完成。よし、いいぜ。ブログを、ブログね。今ブログにアップするから。ズバ的、記事を書く。
競馬ブログはね、これね。短期決戦サンズは敵短期決戦の競馬予想ブログニュー URL。青、色がある。色が。青にしよう。これでいいかな。タグ競馬日曜短期決戦ズバ的これで出来上がりだ。OK。あれ？投稿する。あ、結構人見てきてくれる。これはね。ズバ的更新。ズバ的日曜競馬もうちょっとこっちだな。メイクデビュー、マドラスチェック1着バイオリンソナタ9着大外れ。単勝バイオリンソナタ100円買ってたんだけど一番人気で9着だった。外国サンバのマドラスチェックが1着でした。ディープインパクトのメス、バイオリンソナタはいいとこなしの9着でした。12時40分発送、東京6レース。シュバルツリーゼ1着。リュウグウオウ11着、大外れ。これオルフェーブルの子だったんだけど、11着だった。故障でもしたかって。オルフェーブルの血統はオルフェーブルしか走らない1台限りの血統なのか。3時1分発送 JCB スプリント
グレイスフルリーフ1着、マテラスカイ2着、北三三日月3着、モーニング4着、生まれん44ハズレ。1着はルメール騎乗のグレイスフルリーフでしたか。気になってはいましたが買えませんでした。ダートは人気馬から買うべきですね。3時40分発送、京都11レース、 JCB クラシック、 KT ブレイブ1着、オメガパフューム2着ハズレ。オメガパフューム2着惜しかったんですけどね、相手が1枚上手でした。最後に JCB クラシック生まれ44を100円買い足したので、これね、44はね、伊崎さんが本命で、伊崎さんが買ってたから、テレビでさ、伊崎さんが買ってたからさ、買い足して1100円分買っちゃったんだけど、払い戻しなしのマイナス1100円、1100円負けです、ぐすん。11月4日16時現在の結果です。最終結果は JLA のサイトでご確認ください。スイート、あれ来ないよ。あれ、ツイートが来ないよ。来た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 。よし、これをどうしようかな。動画であげるかな。動画であげるか。はい、お疲れさんです。